ごはんちゃん、まだそんな格好でいるだか。うん、お父さんが死んでからちょっと考えることがあって。ごはんちゃんがそう言うなら仕方ねえけんど、おっかはその不良みてえなスーパーサイヤ人は好きじゃねえからな。ごめんなさい、お母さん。はあ、ごはんちゃんもいつの間にか大きくなって、どんどん悟空さんに似てきただな。そうかな。まあしばらくはごはんちゃんの好きにするといいだ。でもちゃんと家では勉強もするだぞ。いいな。うん、ありがとう。とは言っても何をすればいいんだろう。ちょっとピッコロさんに相談してみようかな。やっ、こんにちは。ありがとうございます。やら、ピッコロさん、ちょっと相談があるんですけど。相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人の姿のままでいるんだ。うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行を続けたいんです。孫の死に責任を感じているのか。それもあります。でもこれからは僕が平和を守っていかないといけないと思います。だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんです。なるほどな。どうやら俺が気をもむ必要はなかったようだ。え？倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。しばらくは油断できないと考えていた。もしセルが蘇ったり新たな人造人間が現れでもした場合、勝てるのはお前だけだろう。だからお前が気を抜いているようなら勝つでも入れようかと思っていたところだが、その必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか。ただスーパーサイヤ人の状態でいるだけではないんだろう。それがまだいい方法が浮かばなくて。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕では得られないだろう。だが心の強さは別だ。心の強さですか。孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。しかしごはん、やはりお前はまだまだ甘さが残っている。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったらセルを自爆させることもありませんでした。でもどうしたらいいんでしょう。そうだな、これは劇薬かもしれんが、ベジータと修行してみてはどうだ。奴ほど甘えに厳しい男はいない。他人だけでなく自分にもな。もしかすると奴との修行から何かヒントが得られるかもしれん。わかりました。ベジータさんに
手合わせを頼んでみます。何の用だ？手合わせをお願いできませんか？お父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから、僕はもっと強くならなきゃいけないんです。お父さんの代わりに僕が平和を守っていかなくちゃいけないと思うんです。ふざけるな！カカロットが死んだのが貴様のせいだと？カカロットの代わりだと？うぬぼれるのもいい加減にしやがれ！え？その…くそったれが、もう戦わんつもりだったが気が変わった。来い、貴様をぶちのめしてやる。カカロットの代わりになれるのか確かめてやる。はい。終わり。うわだ。はい。いやだ。いや終わりだ。はい。いや。うわ。どうした？奴のパワーはそんなもんじゃなかったぞ。もっと本気を出しやがれ！セルの野郎をぶっ飛ばした時みたいにな！少しは奴を思い出させやる。ベジータさん。なんでもない、もうやめだ。セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜きやがったな。そんなことは。貴様みたいな甘ったれがカカロットの代わりになどなるか。くそったれ。うん、ベジータさんの言う通りだ。お父さんの代わりだなんてうぬぼれてた。もっと自分を見つめ直さないと。もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行を続けよう。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。はい。そうですね、どうでしょう。ありがとうございます。
おい。え？ええ。おい。どうしよう。いいよ。はい。はい。どうじゃ？え？のう。はい。よかろう。船が沈んでるぞ。やっと落ち着いて勉強してくれるだか。じゃあその不良みてえな格好ももうやめてけれ。わかったよ。うちではやめとくから。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけにするよ。そうか、僕もいつか学校に行くんだな。
孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから、町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体？あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。ここに遅れちゃうよ。急がなきゃ。とうとう僕も高校生なんだな。はーい。編入してきたご飯くんだっけ？あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え？ミスターサタン？ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた、金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマ相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。この後ベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなやつか、すぐにわかるさ。もっとも俺の弾を撃てやしないだろうがな。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも
僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな、世の中って。ふん、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。おい、お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。こんにちは、ブルマさん。あら、ごはんくん。相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。はい。何かいい方法ありませんか？あるわよ。私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ。少し時間がかかるから待ってて。すいません。どうもありがとうございます。トランクスくんはどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん。パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。